Hey guys, welcome back to my channel. こんにちは、みゆきです。今日この動画では、私たちのライフスタイルをいつもより少しだけ、ハッピーに、そしてヘルシーにしてくれるための、10個の習慣を紹介していこうと思います。で、ヘルシーな習慣っていうと、それこそね、こう、お水をたくさん飲みましょうとか、食事に気をつけましょうとか、そういったものを連想される方が多いと思うんですけど、今日ここでね、紹介する10個の習慣っていうのは、それこそマインドセットだったり、ジャーナルだったり、こう皆さんにとってこう取り入れやすい習慣たちになってると思うので、もしね、気になるものがあれば、ぜひぜひ皆さんのライフスタイルにね、どんどん取り入れていってほしいなと思います。はい、それではイントロが長くなりすぎる前に早速ね、この10個の習慣を紹介していこうと思います。Let's get started! はい、それではまず早速1個目の習慣が、静かな朝を過ごすというものです。で、これは別にこう、森の近くとか川のそばで過ごしましょうとかそういうことではなくて、この静かな朝っていうのは朝の時間になるべくこうテレビとかソーシャルメディアを見ないっていうことですね。で、そういうこうテレビとかソーシャルメディアっていうこうメディアから一旦離れて静かな空間の中で、例えば朝ごはんを丁寧に作ってみるとか、朝ティーを入れてみるとか、ストレッチしてみるとか、ジャーナル書いてみるとか、それこそ洗濯干したりとか家の家事をしてみる。で、そういう風に過ごすことによって、まあ、今日一日とか今週一週間どんな風に過ごそうかなっていうようなことを考えることもできるし、あと、まあ、静かな空間で朝の時間っていうのをね、過ごすことによって、自分の心とか自分のマインドっていうのもね、すごいこう落ち着いてくると思うんですよね。リラックスする。で、まあ、そういうリラックスした状態だと、自分自身に対してもだし、自分の周りにいる人、例えば一緒に住んでる人とか、一緒に住んでる家族とか、まあ、恋人とか、まあ、家族がいると思うんですけど、まあ、その人たち、自分の周りにいる人たちに対しても、すごくこう優しくなれると思います。なので、まあ、結構朝はね、バタバタしがちだなーって思う人も、まあ、一日だけでもいいので、こう、一旦テレビとかソーシャルメディアを使わずに朝の時間を過ごしてみるっていうのをね、ぜひやってみてください。はい、そして二つ目の、習慣がジャーナルになります。で、ジャーナルに関してはこれまでもね、ちょくちょく触れてきたんですけど、私が最近やってるジャーナルが、主に三つあります。まず一つ目が、モーニングページと呼ばれるもので、これはね、知ってる人も多いと思うんですけど、コンシャスライティングとも呼ばれてるもので、まずジャーナルを開いた瞬間に、その瞬間に考えてることとか、思ってることとか、まあ悩んでることっていうのを、もうとにかくこう頭の中を空っぽにするイメージで、ジャーナルに書き出していく。で、すごいね、スッキリします。で、もう二つ、最近やってるジャーナルがあるんですけど、まず、そのうちの一つが、ウィークリージャーナルと呼ばれるもので、私はだいたい毎週日曜日にやってるんですけど、その一週間を振り返って、今週学んだこととか、今週気づいたことっていうのを、まあ、振り返りながらね、書いていく。で、次の新しい週間に向けて、じゃあ、来週はこういう風に過ごしたいなとか、来週はこれをしようとか、まあ、ゴールとかタスクっていうのを決めて書き出していく。もう一つ、三つ目のジャーナル項目っていうのが、アファメーションとかインテンションって呼ばれるもので、まあ、日本語にこう訳すなら、目当てっていうのかな。なんか例えば私だったら、今週のインテンション。目当ては、感謝に目を向けること。だから、自分が感謝したいなとか思ったことを積極的にね、ジャーナルに書き出すっていうようなことをしてます。で、ジャーナルに関しては本当にね、こうやり方がたくさんあって、どれをとっても正解とか間違いっていうのがないと思うので、それこそね、最近こう、ジャーナルを始めたいなと思ってる人とか、あと何を書いていいか分かんないとかいう人は、私のオンラインコミュニティ上のウェブサイトに、始めやすいジャーナル項目っていうのをね、まとめたブログ記事があるので、それをリンクにね、貼っとくので、そこからぜひ、ジャーナルをね、始めてみてください。はい、そして3つ目が、セルフエクスプロレーションと呼ばれるもので、日本語で言う自己探求とか、まあ、自己表現でもいいかな。ですね。で、具体的にどういうものがあるかというと、例えばアートを作る、絵の具を使ってアートを作ってみるとか、あと音楽を作るとか、小説を書くとか、自分の好きなファッションとかジュエリーを身につけるとか作るとか、本当にね、人によってセルフエクスプロレーションっていうのはバラバラで、例えば私だったらこの YouTube のね、動画を作ったりとか、あとオンラインコミュニティをやってるので、そのオンラインコミュニティのためのコンテンツを作ったりとか、で、やっぱりそういうことをすることによって、自分のアイデンティティの確立っていうんですかね、例えば私はオンラインコミュニティを
運営してる人とか YouTube を作る人っていうアイデンティティを、まあ、作り上げることもできるし、それプラス、あ、自分ってこういうの好きなんだとか、自分ってこういうの苦手なんだってこう自分のことについてより深く知ることができる。で、やっぱりね、こう仕事とは別にこういった自己表現、セルフエクスプロレーション、例えばアートを作るとか、まあ、趣味みたいな感じですね。そういうのがあることによって、まあ、ライフスタイル自体もね、充実すると思います。なので、まあ、自分自身のことをよく知りたいとか、もうちょっとこうライフスタイルを充実させたいなって思ってる人は、まあ、新しく何か、まあ、趣味でもいいので始めてみる。で、それをその新しく始めた趣味とかを通して自分のことをより深く知るとか、自分を表現してみるっていうのをね、ぜひやってもらいたいなと思います。はい、そして4つ目の習慣が、感謝に目を向けることです。で、これはね、さっきもちらっと言ったんですけど、自分が今持っているものとか、今置かれている状況に感謝をすること。で、やっぱりね、私たちが普段生活してて、で、それこそね、ソーシャルメディアだったり、テレビだったり、雑誌だったり、なんか本当もういろんな方向から常にこう新しいものっていうのを見せられてる。だから人間ってついこうないものに目がいっちゃう。だからあれ欲しいなとかこれ欲しいなって思うことってよくあると思います。もちろん私もあります。で、別にそれ自体が悪いっていうことじゃなくって、ただやっぱりないものばっかりにフォーカスしすぎると、それが手に入ったってまた新しいものが欲しくなって、でまた欲しい欲しい欲しいってなっちゃって、こうずっとハッピーにはなれないかなっていうふうに思います。なので、それこそね、今自分が置かれている状況とか、自分が今持ってるものにもうちょっとこう目を向けて、それに感謝することで少しだけね、マインドもハッピーになれると思います。で、特に私最近生理が不順になって病院に行ったんですけど、その時にこう改めて健康って大事だなっていう風にすごいこう痛感させられて、で、今はね、全然健康なんですけど、本当この今自分の健康の体っていうのに本当にこう感謝しないとなっていう風なのを痛感しました。で、この感謝に目を向けるってすごいこう簡単そうで難しいなっていう風に思ってて、だからこそ私はこうジャーナルとか瞑想をするときに感謝することをじゃあ5つ挙げてみようって自分の中で決めて5つ書き出したりとか、瞑想の時はこう具体的にね、想像してみたりとか、まあ、そういう風なことをすることによって実際にこう感謝するっていう風なアクションをね、取るようにしてます。はい、そして5つ目の習慣が、他人のためにアクションを起こすとか、他人のために貢献するとか、思いやりを持って接するっていうものです。で、これは、私が最近読んだ本で喜びの書っていう本があるんですけど、その本からすごいね、影響を受けて始めたものです。っていうのも、私自身がすごいこうゴールを設定してそれに向かって頑張るっていうのが好きなタイプで、でもそういう状態が一時続いた時、やっぱり自分の目標のためにすごい頑張ってる時って、どうしてもこう自分自分自分ってなっちゃいがちで、そういう状態が続くとすごい自分自身も疲れちゃうし、すごいストレスだったんですよね。で、そういう時にこの本に出会って、で、他人、自分軸じゃなくって他人軸で自分に何ができるかっていうのを考えてアクションを取るっていうことがすごいこう世の中にとってもだし、自分と相手との関係もにもすごいこういい影響を与えてくれるっていうのを、まあ、勉強させてもらって、で、まあ、過去のね、自分、これまでの自分っていうのを振り返って、確かにそうだなって思いました。やっぱり自分が誰かのことを思って何かした時って、相手もすごい喜んでくれるし、それを見た自分もすごい嬉しかったなっていうようなのを本当にこう思い出して、で、本当に最近は、まあ、それこそね、自分の目標を持つっていうのももちろん大事なんですけど、でもそれだけじゃなくって、まあ、例えば自分の周りにいる友達とか家族のためにどうやったら彼らをね、サポートできるかなとか、どうやったら自分と友達とか自分と家族、この人間関係をまあこういいものにするために、なんか自分に何ができるだろうっていうようなのを考えたりとか、やっぱり人間関係を築くってすごい簡単なことじゃないと思うんですよね。やっぱりそのいい人間関係っていうのは、信頼とか愛とか友情とか、そういうものから、そういうものがベースになっていい人間関係っていうのはあるなっていうふうに思ってて、で、そのいい人間関係っていうのはお金とかその社会的地位とか、ね、名声っていうのに全然こう変えられない、かけがえのないものだなっていうふうにも考えているので、それこそね、自分がいい人間関係を築きたいなとか、そういうふうに思うんだったら、やっぱりこう自分ベースじゃなくって、
相手のために自分が何ができるかなっていうようなのを考えてアクションを取るっていうのがものすごくね大事だなっていうふうに思いました。でやっぱりねそうやって他人軸に動くことによって自分も結果的にねハッピーになれる。なのでこの習慣、まあ、詳しくはねこの喜びの書っていうのをぜひ皆さんにも読んでもらいたいんですけど、まあここではね簡単に、まあ、自分軸だけじゃなくって他人のことを思ってアクションを取るっていうようなのもぜひ習慣としてね取り入れてほしいなと思います。はい、そして6つ目の習慣が自分の好きな人たちに囲まれて暮らすということです。で普段の生活の中で私たちってあんまりこう意識することってないんですけど、私たちの周りの環境とか、ね、自分がいる環境とか周りの人っていうのは自分が思ってる以上に影響を受けてる。だから例えば、まあ、ネガティブな人が周りにいると、例えばいつも愚痴ばっかり言うような人が周りにいると自分も愚痴を言いたくなっちゃうかもしれないし、他人のこう嫌な部分ばっかりに目がいっちゃうかもしれない。で逆にポジティブな人に囲まれてると自分がなんかこう悩んでる時とかに前向きな言葉をかけてくれたりとか、自分自身も前向きな考え方ができるようになるかもしれない。でそんな感じでまずはこう自分の周りにいる人たちが自分にとってすごい影響があるっていうことを認識することからまずはね始めてみてください。でそれが大事なのと、もう一個、じゃあそれを知った上で自分がどういう人たちとなるべく多くの時間を過ごしたいかなって考えることも大事かなと思います。例えば私だったらアルコールを結構飲むような性格じゃないので、こう飲みに行くっていうよりかは友達と一緒に体を動かしたりとかバドミントンしたりする方がやっぱ楽しいと思う。なので私の周りにいる友達とかはもちろんね飲みに行く人がね、飲みに行くのが好きっていう人もいるんですけど、でも私が多くの時間を過ごす人っていうのは私とちょっと似たようなタイプ、体を動かすのが好きとかワークアウトのねクラスに一緒にこう行けるようなタイプの子っていうのがねすごい多い。でやっぱりねこう自分とちょっとこう似たような考え方とか、ね、似たような興味があるとかそういう子たちと囲まれて過ごすことによって私自身もすごいハッピーだし、なんかこうお互い高め合って本当にいい人間関係をね築けてるなっていうような、ね、実感もあります。なので皆さんのこう今のね周りの人っていうのも観察してみて、どういう人が多いかなとか、あと自分がこういう人となるべく一緒にね時間を過ごしたいなっていう人がいるなら、そういう人たちとね積極的に時間を過ごすっていうようなね習慣作りをしていくのもとってもおすすめです。はい、そして7つ目の習慣が、もうちょっとスローメディアにね時間をかけるというものです。でこのスローメディアっていうのが、まあ、本とか雑誌みたいに企画から世に出てくるまで出版されるまでに結構こう時間がかかるものをスローメディアって言うんですけど、まあ、結構ね SNS とか YouTube とかもそうですけど、そういうこう、まあ、便利な時代になったなと思います。 Twitter とかインスタとか開くとすぐ新しい情報がポン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 入ってきて、でね、本当に情報が早く手に入る時代になったなと思うし、でもそれはこういいことでもあり、なんかこう悪いことでもあるなっていうようにちょっと最近は感じるようになってきて、っていうのももちろん情報が早く入ってくるっていうのはいいんですけど、でも常にポン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 新しいのが次から次へどんどん入ってくるから、それに逆にこう圧倒されちゃう自分がいるなっていうことに気づいて、で逆に本とか雑誌みたいにスローメディアって呼ばれてるものは、まあ、ある一つのテーマをベースにすごいこうじっくり時間をかけてで解説してくれたりとか原因をね探ってくれたりとか自分たちに何ができるかっていうのを教えてくれたりする。でそれって私自身もこう読んでてすごい自分も考えさせられるし、あ、じゃあ自分にとって何ができるんだろうっていうのも、まあ、情報をねしっかり汲み取ることでちゃんとより、ね、理解できてるっていうことに気づきました。なので、まあ、ファーストメディア、それこそねソーシャルメディアとか YouTube ってすごい便利だとは思うんですけど、それだけに頼るんじゃなくって、もうちょっとこう本を読んだりとか雑誌をね読んでみたりとか、そういうスローメディアにも時間をね取るようにしようっていう風にね思いました。はい、そして8つ目が、ワークアウトです。運動ですね。でこれはねさっきも言ったんですけど、私最近生理が不順になりまして、で病院に行きました。でいろいろ検査して今結果待ちの状態なんですけど、でもこう今回ね改めて病院に行って健康ってめちゃくちゃ大事だなっていうのを痛感しました。でもちろんねこう運動する習慣っていうのは全くゼロではないんですけど、こう昔に比べて確実に減った。例えば最近は週1とか週2しかしてなかった。で結構昔は週3、4とかで
ね、結構やってたつもりだった。で、やっぱりその時に比べると、今の自分の体ってすごいちょっと衰えてるなとか、そういう風にも感じるし、やっぱり運動をすることによって、自分自身のね、こう、ムードも上がるし、あと体にとってもいいし、運動したことによって、もうちょっとこう、食事生活気をつけようとか、ちゃんとお風呂に使ってね、ストレッチしようっていうような、こう、いいサイクルが生まれると思うんですよね。運動することによって。なので、もちろんね、こう、ヘルシー、で、ハッピーなね、ライフスタイルを送るために、運動をね、ちょっと欠かせないなって思ったので、今回ね、この8つ目、8つ目の習慣として、この運動するっていうね、習慣っていうのをね、ここで取り上げさせてもらいました。はい、そして9個目の習慣が、バジェリングです。バジェリングっていうのは、まあ、お金の予算を決めたりとか、まあ、要するにお金のことですね。で、まあ、ハッピーでヘルシーなライフスタイルを送るために、お金のことって必要かなって思う方もね、いると思うんですけど、でもそれこそ私が最近同じね、フリーランスの友達と話してて、で、まあ、お金のね、話になったんですけど、やっぱりお金って私たちのライフスタイル、の中で、まあ、欠かせないものでもあるし、やっぱり大事なものでもあるなと思います。やっぱりお金汚いって思う人もいるかもしれないんですけど、でもお金が汚いって思ったところでお金から何お金を使わないわけにもいかないと思うんですよ。で、やっぱりこのお金がストレスになってる人とかもね、たくさんいると思います。特にフリーランスって、それこそね、収入がこう安定しないって言われてるんですけど、まあそれはそうだなと思います。その収入が多い月もある、少ない月もある。で、そんな感じで自分自身がちゃんとお金の管理っていうのをしとかないと、フリーランスとしてね、やっていけない。なので、このお金の管理っていうのが、やっぱりね、ハッピーでヘルシーなライフスタイルを送るにあたり、やっぱり欠かせない習慣だなと思ったので、今回ね、ここで紹介しました。で、お金のね、管理の仕方に関しては、ね、それこそ最近アプリだったりとか、まあ、皆さんそれぞれのね、やり方があると思います。で、私は最初はね、アプリを使ってたんですけど、なんかなかなかアプリ合わないなと思ったので、最近は自分でね、テンプレートを作って書き出して、で、それをベースにExcel とか Notion っていうアプリを使って管理してるんですけど、やっぱり自分に合ったお金の管理方法っていうのを見つけられれば、すごい管理しやすくなるし、お金のコントロール管理ができれば、自分自身もすごいこうストレスがなくなると思うし、まあ、お金に関して、ね、スマートに生きるってすごく大事だなと思うので、まあ、自分にこう自信をつける意味でも、お金の、ね、管理をしっかりするっていうのはものすごく大事なことだと思います。で、特に学校、小学校とか、ね、中学校、高校とか大学っていう、そういう、こう教育機関ってお金のことを教えてくれないから、それこそね、私が社会人になって、で、最初はね、アメリカにいたんですけど、それこそ税金のこととか、保険のこととか、そういうの全く分かんなかったので、ね、それこそ投資のこととかもそう。だから最初すごい不安だったし、それ、お金自体がね、ストレスになってた時期もありました。でも、こう、ある時からね、自分でちゃんと管理しようっていう風に決めて、お金の管理を自分でね、いろいろこう工夫しながら、いろんなことやってみて、自分のやり方っていうのを見つけることができた瞬間から、すごいね、自分にも自信が持てたし、お金に関してすごいこうストレスっていうのがなくなりました。なので、まあ、ストレスフリーなね、生活、ライフスタイルを送る意味でも、このね、お金の管理っていうのは、しっかりね、やった方がいいんじゃないかなと思います。はい、そして今回最後の、10個目の習慣が、パーソナルプロジェクトを持つというものですね。で、パーソナルプロジェクトって聞くと、結構ね、クリエイティブな人っていうのをね、思い浮かべる人もいると思うんですけど、でも別にクリエイティブな人とか、そういうの関係なく、もう全員パーソナルプロジェクトっていうのはあってもいいと思います。で、人によってね、このパーソナルプロジェクトっていうのは本当に様々で、例えば、なんか今週山に登るぞとか、ハイキングするぞとか、そういうね、アウトドア系の、まあ、趣味ですよね。そういうのでもいいし、今週でこの本をね、この本のシリーズ読もうとか、この映画のシリーズを見ようとかでもいいし、あと今週末、この完璧なバナナパンケーキ焼くぞみたいなのでもいいし、私のね、パーソナルプロジェクトはやっぱりアートが好きなので、ああ、じゃあ今週このアートを描いてみようみたいな、そういうのがあったりするんですけど、本当にね、このパーソナルプロジェクトを持つっていうことが、自分、私たちのね、ライフスタイルを少しだけこう楽しくしてくれる、まあ、秘密になると思います。で、やっぱりこういう自分のプロジェクトを持つことによって、自分自身のね、モチベーションにもなるし、やっぱ頑張ろうって思うし、あと人としてね、成長させてくれるかなって思います。やっぱりうまくいかない時もあると思うんですよ、そのプロジェクトをやってて。でも、じゃあどうやったらうまくいくかなっていうのを考える機会にもなるし、あと諦めないとかね、そういったマインドセットを学ぶこともできる。で、もう一個大事なのが、そのゴール
はパーソナルプロジェクトをやる上で大事なのは、そのプロジェクトを終わらせるっていうことより、そのプロジェクトをやってるプロセスの中で何かを学ぶことっていうのがね、とっても大事かなと思うので、ぜひね、皆さんにはこのパーソナルプロジェクトをそれぞれね持ってほしいなと思うんですけど、終わらせるっていうことをゴールにするんじゃなくって、そのねパーソナルプロジェクトをやってる上で、やっていく上で自分がね何を学んだかなっていうのにもこうフォーカスを向けてね、ぜひいろんなことにねトライしてみてほしいなと思います。はい、というわけで、今回少し長くなってしまったんですけど、私たちのライフスタイルを少しだけ、ハッピーにヘルシーにするための、10個の習慣をね紹介していきました。で、2020年もね残りあと2ヶ月ぐらいかな、まあ、ちょっとしかないんですけど、まあ、この残されたね2020年をよりヘルシーにハッピーにこう充実したものにしていくためにも、まあ、皆さんのねもしこう10個のね今日紹介した10個の習慣の中で気に入ったものがあれば、まあ、今日からねじゃんじゃん取り入れていってほしいなと思います。はい、というわけで、今日もここまで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you so much for watching this video, and I'll talk to you guys in the next one. Bye!